出れないんですか。わーい。ああ、クリックか。閉まってたのね、このドアね。はいはい。わかります。閉めときましょう。で、バスで、これ地元の駅に着いたって感じかな。ね、地元の駅暗ない？フラッシュライト。はい。地元の駅はとても暗い。違うと思う。うん、そうだね。俺も違うと思う。何言ってんだ？何これ、うん、何か起きるみたい。懐中電灯か、大ぬさかで言ったら懐中電灯。ではないよね。大ぬさ置くの？やっぱり？マジで？おかしない？なんか、それ。こんな家に住んでんの？大ぬさを置かないと開かない自動ゲートの奥、そういうセキュリティの家に住んでいると。てか、そういうセキュリティの街やな。この街、大ぬさ町なんやろな。うん、大ぬさ置かないと、ダメな。奥には入れないという街。生きてる？お、なんかいる。あ、あの子じゃん。え、ちょ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 、パリッ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 こけると、あ、ちなみにね、ちょっとアップデートが入ってるんですよね、前回。一回休憩入れたらその間にバージョン 1.0.1 になったので、パニックメーターかながちょっと明るくなって見やすくなってんのかな。保育園で絵描いたの。カエルさん描いたのお母さんだけが分かったんだよ。あ、子供の絵ってね、何描いてるか分からん時もあるからね。それをお母さんだけが理解してくれたと。話やないか。Y の A は、母親にも誰にも理解されへん A やぞ。ジョージ・コッターさん、対戦よろしくお願いします。産地しっかり上げていこう。あ、パニックメーターしっかり上げていって、で、あの子や。この子が、家出して、で、私の町で野垂れ死んでしまって、霊になったの？そんなことある？そんな、ごめん、踏みつけた。ごめん。もう一回踏みつけた。うん、土足であなたの心を踏みつけた。で、お、なんかある。鍵っぽいな。鍵やな。でっか。どこの鍵？これまさか家の鍵ちゃうよな。あ、島津の鉄砲兵さん。はい。あ、ちょ、待って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 。これ、あーもうっていうか、この女の子が倒れてるところでその、パニックゲージを下げるという考え方もおかしな話やからな。そりゃあもう、パニックなるでしょ。女の子倒れとんねん。そこで心落ち着けるって。どんな女の子やねん。まあ、あそこはパニックゲージ上がるよ。そりゃあね。あそこで落ち着こうとした俺が悪い。それはそう思う。これで癒されるか。あー、癒しだわ。よし。んで、僕行って、なんかすっきり入り組んでんね。ゴミ箱でかない？身長。うわあ！キャラ！めっちゃ、ちょ、待って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 行き止まりやった。はいはいはい。ああ、まだ行き止まり。あ、でも。はい。いやけど、ここも奥行けなくて、どうやってあの女の人撒いたんかもよくわからんけどね。え？あ、ここは、行ける場所なんや。もう一回パニックなるよ。ここも行けない。くる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 。あ、パニック。来る。あっ！ちょ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 。あっちょ！起き上がるまでは待って。あ、なんか今あった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 鍵開ける場所あった鍵開ける場所あった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 パニックメーター下がった。下がったけどパニックそらそうよそらそうよそらそうよはい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 。で、ここやここやここやいてててててここで、ここやから、はいはいはい。ここで、ちょっと、
意外と待ってくれるシステム利用して、はい、すれ違う。で、旋回、はい、旋回旋回からの、え、ここで、あ、意外と待ってくれるシステム利用しての旋回。オッケー、オッケー、オッケー。お、なんか、え、あの子なんか今倒れたようなうめき声。あー、ちょっとこっちから行かれんのか、回り込めない。うん、あー、ちょっとここで3次回復。オッケー、オッケー、よし。で、こっち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 、あー、ここはもうステッカー探してる暇ないわね。オッケー。で、ここ鍵。オッケー。閉めとこ、閉めとこ。あの子来れんように。オッケー。で、ドア開けて、こっちが私の家？どういうこと？こんなとこに住んでんの？ねえ。あ、パニック、パニックなるよ、これ。また。あー、なんもないやんか。あー、来るよ、来るよ。こっちか、来る？いや、でも檻閉めたからな。でも、どこにでも来るのよ、あの子は。あ、でも来なさそう。ここセーフティーエリアか。パニックにはなるけど。ね。これ落ちれる？落ちれはしない。さすがに。あ、でも降りれんぞ。ほら、ほら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 。あ。降りれる、降りれる。水の中降りれる。ああ、ここか。はいはいはい。ここの下には来ちゃいけなかったんやな。ね。失敗したな。で、この先行って、ずっとパニックなんよな。ああ、でも女の子とは、あの黒い女の子と喋れないし、ちょっと一回戻って、あ、戻れない。え、どうしたらいいこれ。ちょっと、え、ちょっと、積んだかもしれない、これは。よし、この女の子にもう一度会って、ここでパニックなって、さあ来るぞ。来た。でしょ？うん、おいった！ちょっと待って。あのさ、なんか、再起動したら、足音が聞こえなくなる。あの、強化アプデが入ったんですけど。あの子に、あの子の足音が聞こえなくなる強化アプデ入った。ちょ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 、つう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 。やばい。あの、敵の攻撃のタイミングがつかめない。マジで強い。はぁ、あ。で、これパニックゲージ回復させてからの、急いでー。急いでガール。で、ここで、はいはいはい。あ、セーブしとこう。オッケー。よーっしゃー。あ、パニックした。マジ？あそこ、戻ることもできないし。まあ、あそこでセーブできたから一回終了して、セーブポイントから始めればいけるかな。こんな進め方でいいんかわからんけど。こんな進め方でいいかわからんが、とりあえず、谷子さん、ありがとうございます。じじ。まあ、先行きますか。うん、ここの中、ちょっと結構積みやすいから、あんまり長居したくない。で、ここは、ほう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 。なんもなさそうかな。ちょっと産地回復。このドアの奥も何もないのかな？何もなさそうだね。よしよしよし。まあ、ライトアップされようか。はい。はぁ、言えるわ。うん。で、この奥行って。構造おかしない？この街。車の止まり方もね、バグってるしね。まあまあまあ、もうその辺は突っ込まないでおきましょう。お！踏切。はいはい。踏切がめちゃめちゃキーポイントっぽいな。とりあえず行くか。怖いわー。あー、はい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 。ちょっと待って、一回、3次回復な。やっぱり、パニック、いた、いた。来た？いや、来たー！そしたらパニックになるわ。踏切の音ってすげー怖いねよな。うん。あ、パニック。開いて、踏切。あー、開かない。まだか。まだなんか。長ないか、あの踏切。ちょ。どんな長い。100両ぐらいある電車、通ってる。新幹線5台分。やばい。
帰り道無限列車編始まってる。車両が無限列車、車両の数がね。そしてこの街の構造もバグってる。考えた人出てきてくれ。都市計画起こした人解任させろ。ほんまにマジでこれ。で来てて来てって、あ、逃げる逃げる逃げるからの、ここに逃げ込んでからの、あ、よし、巻いた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 のに、ちょっと早う、あ、どんな電車っていうか、また来てへんやんけ。あー、警告早すぎ。やっと来たわ。遅いな電車。よし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 、通ってる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 。開いて開いて開いたー。またカンカン言ってるけど。しゃあ、逃げ切った。はい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 、耐久イベントやったわけね。まあ意外と襲われなかったけど、もうすぐだと思うんだけど。家どこだっけ、この辺だとは思うんだけど。あー、この辺のアパートのどれかかなってことなんかな。もし電話セーブしておきましょう。ん、セーブする。はい。なんだ、はい。掲示板ね。ブリテンボード。34の子は私より7つ年下。34歳で7つ年下。私41歳。私は毎日仲がいい子より3匹多く猫を見る。仲がいい子は少ししかない階段が嫌。助手席が私の隣、お母さんは食事の時隣の人とよく腕がぶつかる。何言ってんねんけど、暗号か、暗号感あるよな。なんか暗号っぽいけど、お母さんは食事の時隣の人とよく腕がぶつかるは左利きってこと言ってるよな、多分な。仲がいい子は少ししかない階段が嫌。階段がなんかあって、で3匹の多く猫を見る。猫がおるんかな？まあ、ちょっと。猫、なんか、この、自販機とかに猫がいたら、それが目印やったりとかするかな？ね。7つ年下。あー、わかった。7つ年、34の子は私より7つ年下っていうのは、私の家は415ってことやな。うん。このビルの名前が、多分、9番、10番。41ってどこ？ 28。うん。多分そうやな。41番探そうで。41番ってどこ？全部同じこと書いてあるわ。あ、40番あった！あっちや！オッケーオッケーオッケー。で、だから、まず、この、5っていうか、胸とか言うかな。はい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 、50番台来ましたよ。あ、41番。あ、あった41番！あった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 、あれだ。あの41番で、で、私は仲がいい子より3匹多く猫を見る。猫を見るってなんやろな。なんか、この、猫。てんてんてん出た。あ、これ。どこでも調べられるようになってて、あーってことやな。はい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 。左利きは左側ってことやわ。で、少ししかない階段が嫌いやから、これ1階んとこって階段が一番少しやんか。ここが嫌いなんや。で、仲がいい子は少ししかない階段が嫌いで、で、左側で3匹多く猫を見るっていうのは、この、三段上ってことかな？一、二、三。で、わからんけどね。一番下が友達の家で、で、僕、なんか仲のいい子が家で、自分の家はここ。で、左側、ここ。マジでよくわからなくて、ちょっと一回休憩して再起動したら、メッセージか、アップで入ってて、メッセージ変わってる。
35号棟に住んでいる女の子とは仲良しで、毎朝窓から手を振ってくれてるんだけど、その子は2階に住んでるからここから顔が見えない。あー、じゃあ35号棟の、なんか向かいの棟かな?なんかな?はい、私はその子の棟の、向かい、まあ、向かいの棟に住んでいる。はいはいはい。顔がよく見えないから、見えるように4階から手を振ってほしいと伝えた。あー。2階は見えないけど、4階は見える位置。じゃあ、上か。4階から2階を見下ろしたら、顔がよく見えない。なんかあの、ひさしに当たって、ひさしでよく見えないとかなんかな。うん、角度があるから。だから同じ4階だったら、まあ確実に顔見えるから、みたいなことかもしれないね。あ、これ35号棟の向かいの塔やから、これか。あ、やっぱり41ね、でも結局。はいはいはい。あ、やっぱり41号棟で、41号棟に行きまして、これの入り口逆側か。この41号棟の4階の、さっきの助手席だ何度なのはもういいんかな。ここの4階じゃないか。多分。わかんないけど。えらいちょっとストレートなメッセージにはなったよな。1階、2階、3回、4回。違う。あれから、もっかい休憩して、もっかいやったら、もっかいアプデ入ったわ。治ったかな?そうなんよな。なんか進行負荷バグみたいなのがあるみたいですね。うん。なんで、ちょっと治ってたらいいなと思いながら、ただおそらく、41号棟合ってると思うねんな。ちょっと行ってみます。はい。さあ、41号棟、行ってみまーす。ここかな?あ!来た!え、合ってる?鍵が合わない。ここは私の家じゃないみたい。そもそもこれが出てなかったもんね。あ、てか回数違うな。41号棟の、1階、2階、3階、4階、ここ!か、ここ。どっちだ?こっち!違うか。こっち。あ、違う?あれ?マジか。待って、あのね、この隣があるからね。そっちかもしれない。あ、どっちかっていうの書いてないもんね。だから、はい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 。ここ、ここ、ここ、ここ。1回、2回、3回、あー、酔う。4回、ここ!来た!ただいま、バックホームの実績を解除しました。ありがとうございます。なんか、懐中電灯くるくる回ってるけど、なんで?あ、泣いてる。はい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 。なんで急に足遅くなった?しゃがんだ方が早い。なんかね、立つとね、すげえほら、こう、なんか、疲れたのか、体が遅くなってんねんけど、しゃがんだら早いので、これで行くわ。うん。自宅でスニークする女。謎ですが、そう。立つとね、走れないんよな。うん。なんで、ちょっと、しゃがんだ方が、まあ、心が落ち着くんかな。立ってるとなんか怯えてしまうんかもしれんけど、しゃがむと心が落ち着くんかもしれん。これで行こう。お風呂。あー、でも結構綺麗な家ね。家でっかいし。いやー、でっかい家だからこそ、鍵っ子みたいな感じでね、一人で家帰ったりしてさ、こんなでっかい家のね、このベッド、自分のベッドかもしれへんけれども、うん、こんなところで一人で寝るの怖いよな。そうよな。うん、そうよ、本当に怖いよ。うん、で、どうすりゃいいんやろな。あ、ここリビングルームやな。この収納に閉じこもる?そういうことではないよな。テレビつけて気を紛らわせる?違うな。ベランダ出てみる?てか、お母さん帰ってくんの遅くない?そんな遅くまで仕事してんのかな?いやー、でも女で一つで育ててるんやろな。それは、あ、ちょっとこっちの部屋入ってなく、あ、待って、クローゼット見よう。あ、クローゼット見たか。はい、こっちは?ん?どう?あ、くくくくく。お母さん?いや、違うよ。何言ってんの?いや、お母さんではない、どう見ても。いつ帰ってくるの?寂しい。
なんでトイレに思いを馳せてんやろ。え？トイレ、あ、結構お腹壊しがちのお母さんとかなんかな。で、結構トイレにこもってることが多くて、あ、ちょ、しまっちゃった、しまっちゃった、ちょ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 、待って、待って、待って。リビングの方行くか。そやな、お母さん帰ってこんと寂しいな。さすがに寂しいよな。この状態ではな。お母さん帰ってきてくれ。お母さん。どこ行くんやろ。リビング見た。ここは、めっちゃ広いねんな。綺麗やし。ここお母さんの部屋かな。お人形ある方が自分の、お、何？出たくねー。絶対来てるやん、あの人。ほんまにお母さんか？あの、なんか、モニターカメラみたいなないんか？いや、結構、近代的な家に見えるんやけど。あ、でもなんか触れないぞ。やめて。自分の部屋だ。ふと入り口に目をやるとゆっくりとドアが開く。お母さん、あ、よかった！まんま。はっとした顔をしてこちらに近づいてくる。え？あんたどうしたの？え？その腕大丈夫？あんたもしかして、待ってて、今手当てするから。慌てて部屋を出るお母さん。ほう。なになに？怪我したんかな？まあ、激しく逃げてきたから、いつの間にか怪我してたっていう可能性がある。ドックン、視線を落とすと血だらけの腕と赤く染まったベッドが目に入る。そうか、私。ああ。ああ。救急バッグを持ったお母さんが部屋に戻ってくる。よほど急いで取りに行ったのか、廊下にお母さんのカバンの中身がぶちまけられているのが見える。思わず少し笑ってしまう。これ自分でやったの？なんでこんなこと？自分でやったの？腕を見つめながら丁寧に手当てをしてくれるお母さん。こちらの顔を見ることはない。お母さんの顔をじっと見つめていると目が潤んでいるのが分かった。そらそうよ。嫌なことあった？もしかしてお母さんが。そこまで言うと口をつぐみ、何かを我慢するお母さん。お母さんが、お母さんのせい？寂しくさせてた？お母さんのこと嫌いになった？意を決したかのように口を開いたお母さんの目からは涙が流れていた。お母さんの涙なんて今まで見たことがあっただろうか。いつもしっかりしててバリバリ仕事してて強いお母さん。そんなたくましいお母さんが泣いていることに心がギュッとなった。ああ。お母さん。いや、お母さんやっぱり女で一人で育ててて単に忙しいだけやったんやんね。ここまで追い詰めてたなんて。ごめんね、ごめんね。私は思わずお母さんを抱きしめた。そして一緒に泣いていた。リナ。リナや！あー。そういったお母さんの言葉はすごく温かくて。知ってる。そういうのがやっとだった。あの子は何だったんだろう。あの子は私と同じ。いや、私よりも重いものを背負って。もうその辺にいた亡霊みたいな女の子は自分やったよね。確かリナって言ってなかった？ね。あの子たちは自分が自分に語りかけてたんやな。で、はいはい。私はもう大丈夫。そう思える。私にこれから何ができるだろうか。マザーズラブ。いいね。あ、ハッピーエンドじゃん。よかった。結構ね、ちょっとハッピーじゃないかなみたいな、っていう重いエンドも、やつも多かったけど、今回、ハッピーエンドやね。あ、よかった。そう。だから、多分、お母さん、あんなにも優しく してくれてたお母さんが、仕事で忙しくて、私のこと好きじゃないんかなって、いろんな不安になってるところの心に、本当にお母さんからその、DV を受けてしまっていた女の子、最初に出てきた女の子、話で出てきた女の子が、心に取り付くかのように、襲ってきて。で、君も私と一緒に、寂しい子になろうよみたいな感じで誘われてたんじゃないかな。
なんかそんな感じで思うわ、うん、だよね。で、っていうか、あれやね、ボーカル入りのエンディングなんやね、珍しい。へえ、まあそれはいや、そうね、そんな感じのストーリーだったんじゃないかな。でそっから、なんとか逃げ切って、であの傷つけたのも、うん、逃げる途中にとかじゃなくて、知らず知らずのうちに、もう私なんかお母さんからしたらいらない人間なんだみたいな感じで自分でやっちゃったんかもしれん。ちょっとそこは曖昧ではあるが、でも手を怪我するような描写とかもなかったしな、知らない間に自分でやっちゃったんかもしれない。でお母さんも娘を追い詰めてたってことに気づいて、これからもう少しその家に帰るのも早くしてくれたりとかするんかな、うん、わからん。でもお金も大事やからな、うん、まあちょっと今後おそらく母子家庭なんだろうけど、何らかの理由で、幸せな家庭になれることを願いながらこの実況を終わりとさせていただこうかなと思います、うん、僕のストーリーの理解としてはそんな感じですね。もっと重いストーリーが裏に隠れているんかもしれませんが、うん、まあ、今回結構なんやろ、雰囲気で怖がらせてくるというよりは割とあのバシバシ走って逃げるタイプのやつやったけど、その方がまあまあ怖さは少なかったかな。やっぱり雰囲気でじんわじわ来てうわーって脅かしてくるやつの方が個人的には怖いので、前回の霊眼配達とかめっちゃ怖かったね。うん、どことは言わないので、霊眼配達知らない方はぜひやってみてくださいか、やってみて、で僕の実況もよかったら見ていただければと思いますね。いやー、そういやベルクラさんとガッチさんもか、あーとかもね、勘じゃないわ、ステッカーか、見つけられへんかったな。あ、スポンサー用逃げってなってる。あ、そうなんやな。あ、もうほんま、あの、バンドの夜逃げさんががっつり支援して、で、それでの、あの、ポスター貼りまくり、三千世界やっけ。ポスター貼りまくりだったわけですね。夜逃げさんの新譜、三千世界 EP、聞かせていただきます。はい。Steam レビューでのご感想をお待ちしております。よろしくお願いします。Thank you for playing ということで。最初進行負荷バグとかあってちょっとびっくりしたけれども、当日中にアプデが来てくれたんですね。その辺の対応も非常に早かったと思います。チラザートさん、早いペースでのゲームの発売お疲れ様です。今後とも、遊ばせてください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。